グラススティーガル法は1933年に制定されたアメリカ合衆国の連邦法である連邦預金保険公社設立などの銀行改革を含むいくつかの条項はレギュレーション級のような登記の規制を行うように設計されていたそれについては預金口座の金利を管理する連邦準備制度理事会は1980年のリパシトリ インスティテューションズ d レギュレーション i o n and Money d i a r c t によって無効を認めた。また、銀行持ち株会社による他の金融機関の所有を禁止する条項はグラムリー・チブライリー法によって1999年11月12日に廃止された。カーター・グラスとヘンリー・スティーガル2つの別々のアメリカ合衆国法がグラス・スティーガル法と呼ばれている。どちらも バージニア州、リンチバーグの民主党上院議員で、元財務長官のカーター・グラスと、アラバマ州の民主党会議員、ヘンリー・ビー・スティーガルが提出した。最初のグラス・スティーガル法は、デフレーションを止める努力をするという内容で1932年2月に、可決され、国債のような多くのタイプの資産を、商業手形と同様に、再割引を提供する。 連邦準備制度の能力を拡大した。第2のグラススティーガル法は1933年前半のアメリカの商業銀行システムの大規模な崩壊に対応するもので1933年に可決された。共和党のハーバート・フーバー大統領は1932年11月のアメリカ大統領選挙で民主党のフランクリン・ルーズベルトニューヨーク州知事に敗れたが 政権は1933年3月まで変わらなかった。死にたいのフーバー政権と公認のルーズベルト政権は、1933年1月にヘンリー・フォード家が引き起こし、ミシガン州でトロイトで始まった取り付け騒ぎの抑止で協調して行動できなかったか、あるいはしようとしなかった。FRB 議長友人ン・メアーも役に立たなかった。 多くの経済視野が崩壊の原因を1929年の株価大暴落から続いた経済問題にあると考えるが、経済学者の中には金に裏付けされた通貨がドルに対する信用を失った外国人と合衆国が金本位制から離脱するのではないかへ署名したことで実際に起きたと恐れた国内の預金者によって引き出されたことにあると考える者も,もいる。 アメリカ議会図書館の議会調査局による、要約によれば、としている。グラス・ティーガル法は、銀行業務と証券業務の間で分離を維持する中国のような他の地域の金融システムに対する影響力を持った。2008年からの金融危機の余波において、中国での投資銀行と商業銀行の分離を維持することに対する指示は、依然として根強い。 最初のグラススティーガル法は通貨を連邦準備制度に割り当てることを許可した最初の法律であった。1933年6月16日に通過した第2のグラススティーガル法は公式に1933年銀行法と命名された。そして、それらの業務とそれによる銀行の種類が分離され、銀行預金に保険をかけるために、 連邦預金保険公社を設立することが規定された。それが、アメリカの銀行業務規制により強い影響を及ぼしたことから、経済学における文献では、通常グラススティーガル法として簡潔にこれに言及している。1981年シャーソン・レイブローズが、ボストン・カンパニーを買収し、銀賞分離撤廃を推進する上での規制事実と化した。以降、なし崩しに、 連邦準備制度の政策で、グラススティーガル法が骨抜きにされていった。最終的に法律を廃止するための法案は、上院ではテキサス州の共和党議員フィルグラムによって、下院ではアイオワ州の共和党議員ジム・リーチによって1999年に提出された。この請求は、上院では54対44、下院では343対86で、 それぞれ共和党による賛成多数で可決された。上院と下院を通過した後、上院で提出されたものと下院で提出されたものとの違いを解消するために、両院協議会に持ち込まれた。違いを解消した最終的な法案は、それぞれ上院90対8、下院362対57で可決された。法案は、1999年11月12日に、 ビルク・ディントン大統領によって署名された。銀行業界は少なくとも1980年代からグラス・スティーガル法の廃止を求めていた。グラス・スティーガル法は法案廃止前にすでに形外化していたと指摘されている。1998年、シティバンクが投資銀行であるソロモンブラザーズを参加に収める際、 連邦準備制度理事会によるグラス・スティーガル法の当時の法律解釈に基づき商業銀行が投資銀行業務を保有することが許可された。1987年に議会調査局はグラス・スティーガル法の維持に賛成した場合と反対した場合を調査した報告書を発表した。法が制定された当初の状況によれば 信用貸し出しを行う金融機関が同時に自ら信用投資を行っていたことに特徴があり、これは銀行と顧客の利害対立を内包していた。利益相反取引を禁止するための銀行内部統制の取り扱いはグラススティーガル法を廃止する際の重大な課題であった。預金保険公社は他人のお金を管理にすることによって巨大な資産を保護対象としている。 ローンであるにせよ投資であるにせよ、預金保険が適用される範囲は、それが堅実な貸し付けに回されると予定されているものに限定されるべきであり、株式の購入やその他の変動性資産など巨大なリスクにさらされる、可能性のあるものへの保護は制限されなければならない。それは公的な預金保険を担保とした過剰なリスクテイクをなくすことで公正で健全な競争を保護するためにもなる。 証券業務は危険であることがあり得、それはしばしば巨大な損失に至る。そのような損失は預金の健全性を脅かしてきた。預金保険公社が証券損失の結果として崩壊することになれば、政府及び国民は預金保険を破綻させないために高い額を支払うことを要求されるかもしれない。預金保険公社はリスクを抑制するために運営されると推測される。 運営者はこのようにより、陶器的な証券業を慎重に機能するように調整できないかもしれない。例として、1970年代から1980年代の銀行持ち株会社が運営していた不動産投資信託の破綻という苦い経験がある。預金保険制度は現在、ローン、証券と預金の区別がほとんどされない、規制が撤廃された金融市場で動作する。 それらはそれほど厳しく管理されない証券会社や法律からの多くの規制なしで動いている外国の金融機関に市場占有率を奪われている。利害対立は彼らに対して法律を守らせることや金融機関が明確に別々の子会社を作ることを通じ貸し出しと信用機能を切り離すことによって防ぐことができる。預金保険公社が求めている証券活動は 多様化でそれらの本来の低いリスクにすることと提供している組織の総合的な危険性を減らすことの両方である。他の世界の多くで預金保険制度は銀行業務と証券市場の両方でうまく動作する。それらの経験から学んだ教えは我々の金融構造と規制に適用させることができる。1999年の法律の廃止は 不動産担保証券と債務担保証券のような手法の保険を引き受け、交換し、いわゆるストラクチャードインベストメントビークルを確立するために、シティグループのような商業的化してがそれらの証券を買うことを可能にした。オールユアワース、アルティメットライフタイムマネープランの協調者、エリザベス・ウォーレンと不良資産救済プログラムの議会監視委員会を、 構成する5人の外部専門家のうちの1人は、この法律の廃止が2008年からの世界、金融危機の一員になったとしたが、何人かは、グラススティーガル法の廃止によって許可された柔軟性の増加が一部のアメリカの銀行の倒産を軽減したか、不正だとしている。法廃止の前年には、サブプライムローンはちょうど全ての低等貸し出しの5%であった。 それが信用危機が2008年にピークに達する頃には30%近くになっていた。この相関関係が必ずしも原因の兆候であるというわけではないが、その期間の間にサブプライムローン市場に影響を与えたいくつかの他の重要な出来事があった。これらはマーク2、マーケットアカウンティング、バーゼル合意の実施、変動リツケ等の上昇などの採用を含む。 2009年12月中旬にアリゾナ州のジョン・マケイン上院議員とワシントン州のマリア・キャントウェル上院議員は共同でグラス・スティーガル法の再制定を提案した。その内容は1933年の制定時から1999年の最初の廃止時まで効力を持っていた商業銀行業務及び投資銀行業務の分離を再び課すことである。二千十三年七月。 エリザベス・ウォーレン上院議員は、ジョン・マケイン上院議員、マリア・キャントウェル上院議員及びアンガス・キング上院議員と共に、21世紀グラス・スティーガル法を提案した。また、元 FRB 議長のポール・ボルカーは、グラス・スティーガル法再制定を主張する、中心人物である。ありがとうございます。